3月14日スイスサンモリッツ最終戦に来ております。これはダウンヒルコースで、ロンジンの参加の選手たちそして黒くて映ってない結構、はい、サンモリッツ女子のダウンヒルスタート。俺が出た時はここかなと思ったら、さらに男子はこのスタート直後崖を降ります。さあ、ワールドカップコースダウンヒルの上部、なんとここが、ここ行きます。うふう、俺が出た時は超内股でございます。で、緩斜面、これがここから果てしなく緩斜面に続く、なかなかワールドカップコースのインスペクション皆さん初めてだと思いますので、今日いろいろとご紹介したいと思います。高速系のコースです。さあ、ちょっと角度変えてみます。これです、これ、このスタート直後の、なんでこんなとこにわざわざ登るんじゃねえよ。さあ、ワールドカップコースのインスペクション開始でございます。上部緩斜面は誰でも滑れるパート、雪質の方は、全然全く問題ないですね。そう、はい、日本の系です。ここも楽勝だね。けここも果てしなく緩斜面が続くところでございます。いやー、ワールドカップコースに戻ってくると思わなかったですね。で、ここが一回山登ります。うん、で、1個目のジャンプ。さあ、ここのアップヒル行ってみます。おー、バイレックターン、ハード、そしてアップヒル、来てる来てる来てる、うん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 、うん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 、ジャンプ、これがジャンプ入る前の選手の目線です。選手はこういった向こうの山を目指してジャンプを飛ぶと。意外とカメラと違って選手の視界は狭いんで、この視界狭い中でしっかり飛ぶというのがダウンヒルです。はい、これ1個目のジャンプ、まあ高さ1メーターぐらい、距離は5メーター程度かな。で、サンモリッツはここから大きい地形を利用したターンが続きます。結構大きいターンなんで、で、ここが、ここからまた1つ2つ目の斜面に入るコース。今日は雪質も全然アイシーじゃないんで、みんな安全に行けると思います。さあ、真剣見てます、見てますおっと、見てます。こんにちは。大きい右ターン、左ターンのとこですね。
いてます。ここでこう来て、でこう来て、こんなにまっすぐ行って飛び込むと、こんな感じです。こんなところを100キロぐらいでまっすぐスキーをごまかさないで行くというのがダウンヒラーでございます。まあ、これが新谷さんや相原先生がやってました。ちょっと頭が若干クレイジーな人がやる競技でございます。危ない危ない。さあコース中盤、これ来てまっすぐ来ます。でここ一回外出て引っ張っ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 て、ここだ、この斜め、この右側にわざわざこんなとこにゲート立てる。わお、ちょうどこの斜めの向こう側にゲートがありますね。こんな感じ。そして下、はい、先ほどの斜めを行って、斜め斜面行ってこう来ます。大きいこれも左ターンで、ここのジャンプ、同じインスペクションの体勢だけど心の入り方が違う。滑る人、滑らない人。OK、ここ、あそこすごいね、これ上む、あの山に向かって飛び出しだね。わお、これがジャンプ、ジャンプジャンプジャンプ。まあ、この辺でしょうか、着地としては。でこうだ、こう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 で、今度こっちこう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 、わお、これがジャンプ、ジャンプジャンプジャンプ。まあ、この辺でしょうか、着地としては。でこうだ、こう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 で、今度こっちこう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 、わお、これがジャンプ、ジャンプジャンプジャンプ。まあ、この辺でしょうか、着地としては。でこうだ、こう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 で、今度こっちこう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 、わお、なんとこっからまっすぐクローチング組んでここに向かう、この恐怖に耐えれるかっていうところですね。こっからスキーを一回も曲げずにまっすぐクロッチング組んであそこに飛ぶというこの恐怖だね。こっからまっすぐ組んで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 、このまままっすぐ行く、まっすぐ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 、ドーンと飛ぶと。いや
なんとこっからまっすぐクローチング組んでここに向かうこの恐怖に耐えれるかっていうところですね。こっからスキーを一回も曲げずにまっすぐクローチング組んであそこに飛ぶというこの恐怖だね。こっからまっすぐ組んで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 下はアイス。このまままっすぐ行く。まっすぐ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 。ズドンと飛ぶと。